はい、どうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ドラゴン TK です。ではね、前回の続きからやっていきましょう。でね、行く場所は多分、丸じゃなくて、こっちかな？ん？ちょっと待って、こっちか？あ、違う、場所は違います。場所、間違ってるわ。こっちって、こっちか。あー、マーカスの銅像、鏡像がついたドア、はめる穴がある。ってことで、こっちでこれを使ってロック解除された。ナイス。まあ一旦ね、こっち入れんのかな。パスワードの入力装置、何かが抜けていて無理か。なるほど。でから、インクリボン取っておきましょう。一応ね、ハンドガンの弾は別にいらないですね、今のところ。こいつは。で、今、おるとこが BNF のこの場所で。なんかあるかな？お、なんか発見。この場で、あ、これなんか使うんちゃう？なんか使うんちゃう？ これはあかんよ。ハンドガンの弾置くなら、しゃあない。開いてるね。入力調整コイル。あ、これであそこに入れるんですね。なんとなく。写真の裏に何か書いてある。ジェームスへ、1939年卒業の記念日。よく見ている。奴はマーカスの子、いや、孫なのか。マーカスって確か、大佐っていうか、この人の過去のあれでしょう。 あれっていうのは 過去に起きた惨劇の務める、抑えた人の気がするんですけど。おお、危ね。ちょっと待った。おお、これまでアイテム持ってません。ちょっと待って、どこにおったんや。てか、どこ、あ、ここで寝とったやつか。 なるほどね。ひびがあるが、美術品としての価値は高いものの上で、あと、取ってこうぜ、取ってこうぜ。 あかんか。まがまがしさ感じるか。あ、まだあかんな。ちょっと取れないんで、ちょっとこの入力装置の、装置なんですけど、確かね、こっちで使えた気がするんで。ここかな？これやろね。なんかそんな気するんやけど。違う、マジで？マジで？ じゃあちょいと、これではない、みたいなんで。緑色の、青い、緑色のなんかものを取りに行きましょう。 さっき緑色のやつやったんで、緑色としか言いようがないんですけども。んで、
ここで取る前に何か置かなあかんねんけど、これ入力調整コイル今ちょっといると思うんでね、クリボンかな置くとしたらですね、何かしらちょいといるのは、お、緑の昼のオブジェ、あ、緑の昼のオブジェね。あ、ということはこれでまた戻って、確かレベッカのところでもなんか使うようなものがあったはずなんで、はめる場所がね。んで、これでちょいと戻ってレベッカに渡すように、資料室のところで、上に持って上がるような感じでやりましょうか。ここやね、ここ。これで何を送るか、まあ、分かってますよね、これね。 これを送っといて、向こうで取って、よいしょ、帰って、んで、こいつで中に何か入ってる。緑の昼のお店を取りますか。それは取りますよ。で、これでオブジェがあるんで、こっちのね、ここ緑緑緑緑緑、ここでこいつかな、おらよ、ロックが解除された。よっしゃ、ナイス。なんかあるか、なんかあるか。なんとかね、でも取っておきましょう。よいしょ。おお、よいしょ。ちょっとほんまびっくりしたわ。ハンドガンの頭いいね。取っていきましょう。何個か取っといて。何かある？滅菌剤。取っときましょうかね。で、ここは何があるのや。あとは。こんだけか。異常な匂いが流れてくる。嫌やね。気持ち悪いね、ほんまに。ここ、こんだけっすか。みたいっすね。けど、詰め込まれたような感じだ。何やそれ、お前ら。じゃあ、ちょっと。これ、こんだけ、ほんまに。ここ、こんだけ。マジで。おお、マジか。滅菌剤で何すんねん。ちょっと滅菌剤見てみましょうか。菌を殺すやつなんで、調べる。関係ないか。ウイルス汚染で入れない部屋を浄化する。よくさ、あ、要は理解した。入られへんかった部屋に入れるようになると。これで。で？これで？これでどうしろと。ちょっと待って。どっか入られへんかった部屋だっけ？ああ、なんか小さい部屋ありますね。
あれかな。で、行く場所はこう出て。出て。下行って。ああ、これですね。きっと滅菌剤、ガスを注入する場所やからこれで OK なはず。あ、ナイス俺ナイス俺やるな。よし、では入っていきましょう。何もない、何もないことを願う。あのゾンビ来てこんことを願う。おお、助かった。え、おお、あった。え、ちょっと待って、ちょっと待って、よいしょ、倒しとこう。よし、何に行く、あ、それ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 したか、それしたか。お、飼育室の鍵を取りますか。あ、なら取りましょう。絶対どっか入れるようになるわこれで。で、飼育室の鍵ですよね。んで、あの赤いところに入れるようになるんかな、どっちか。じゃあ一旦ね、ここで終わってまた途中から再開したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。